ワコポンゲ、ミケイヌ。はい、ワコポンゲありがとうございます。ワコ、ジェシー。はい、ワコツありがとうございます。ワコ、ジャガバタ。はい、いらっしゃいませ。困ったな。手がかりがなくなっちゃった。これか？今は用はないって言ってるしな。けどここだけ入れるんだよね。ってことはやっぱり。あれを塞ぐものが見つからなくてこの枠を割るのか。いや、絶対に。イカ役。何かあるはず。ちょっと、さあ、くれよ。塞ぐもの。ワコポンゲです、とも。はい、ワコツありがとうございます。大西が無言になった。積んだ穴を塞ぐものがない。やっぱり可能を持っていくか。積んだ、しょぼーん、ミケイヌ。可能を突っ込むか、あそこに。え、何か落ちてんの？木？木を切り倒して持ってくか。服セットとか、僕て。セットね、ちょっと。調べて、あの、トントンって決定機押してみたんだけど、特に反応がなかったんだよね。やっぱり可能だな、こうなると。可能。積んじゃった、わら。洞窟に落ちてないの？洞窟。洞窟かな？こっちなんもないもんね。なんかあるかな。これはだってもう岩石で、わら、ミケイヌ。ヒントだもんな。ねえ、岩でいいよね、もうね。ちっちゃい穴だったじゃない、ちっちゃい穴。これはもうジャンプしよう、とも。ほんと、ほんとそれだよ。もうジャンプしてくれよ、頼むから。はっ！はい、来たこれ！ねえ、アイテムは身近にありました。よし、これで渡れる。ああ、地蔵さんがすぐそこだった。わら、ミケイヌ。めっちゃ目の前。くそ、一応話しかけるか。おお、だからセーブしておいた方がいいと思います。やり直すこと。優しかった、わら、ミケイヌ。助かったぜ、行くぜ。ワコポンゲです、部活から帰還、ケンマネ。ここは初見ワコ。はい、初見さん、ワコツありがとうございます。ケンちゃんもいらっしゃい。あ、君たち、フーマーたち、無事だったのか。僕らは大丈夫です。とりあえず、他の人も呼んでこよう。これで全員か。ええ、あと犠牲者が3人出ました。そうか、これは殺人事件なのかな。まあ、いいわ。詳しいことは
詳しいことはここを降りてから聞くわ。ようやく3人当てか、ラグナス。はい。地味に地蔵が、ミケイヌ。ツイッターからありがとうございます、ケンちゃん。左に地蔵、そうそう、地蔵埋まってるからね。やっと帰れるんか、こんな山一刻も早く降りたいわ。残念ながら、それはまだ早いみたいです。それは一体どういうことなんだい？この事件の真相を明らかにしてからという意味ですよ。だから少し時間もらえませんか？あなた勝手な真似は許さないわよ。わかった、いいだろう。そんな勝手な、まあいいじゃないか、責任は俺が取るから。勝手にしなさい。真相を明らかにするってこれは神隠しか何かじゃ。神隠しなんて関係ありませんよ。この事件はあるトリックで神隠しに見せかけた殺人事件だ。そして犯人もこの中にいるんだよ。アムロじゃねえか、わら、ミケイヌ。ここでアムロ、僕せ。ちょっと待って、そんなこと本当に可能なの？偶然殴りたい。では今から真相を明らかにしていきましょう。まず最初は川口さんが殺された事件から。アムロや、わらわら早く。アムロ、わらわら早くその真犯人を教えてくれ。そうよ、その前に川口さんの死体を発見してから大西さんたちが洞窟に戻るまでのことを思い出してほしい。ということ？どういうこと？とりあえず思い出してみましょう。これは一人がコミュニティを登録しました。小林、女性の方をそこで止めとけ。こっちに来ない方がいい。やっぱり山本だよ、山本。小川、川口君はどうなったの？バカな、死んでいる。一体どうやって？誰か手を貸してくれ。たたたた、ごめん、転んじゃった。はい、コミュニティ登録ありがとうございます。川口くんが、亡くなったっていうのに。はい、ここ やっぱり神隠しを。きっとみんな殺されちゃうんだわ。落ち着いてください。はい、ここドヤ顔ミケイヌ。最後らへんだから、話の趣旨がわからない。とりあえず、僕と五十嵐君、翔君、渡君以外は先に洞窟の方に戻っていてくれ。大和さんたちは？僕たちも後で戻るから。うん、そういうことだな。思い出していただけたでしょうか。犯人は赤い星だ。あの時、明らかに不自然な発言をした人がいます。賢さ1のリスナーの知性に助けられて、ということは。バーローが謎を解いてるところ、ようやく犯人当てに。犯人当てだぜ。その不自然な発言をした人物こそ犯人。そいつこそ赤い彗星なんだ。犯人は。もうね、これはもう当てちゃうよ。エテタイチ少年の推理はいかに。当てちゃうぜ。ハスモヤイのムスは化け物か、僕て。もうここはね、もうこいつ一択。あの距離で、女性陣止める。で、女性陣、止めた女性陣すら死んだことに気づかない。で、さらに奥にいた水たまりで転んでいるはずの山本が死んでいるということを気づく。リンク、赤いエテポン系。山本。ミキ3倍、ミケイヌ。山本ミキさん、あなたがこの事件の犯人だ。私、何かあの時変なこと言ったかな。言いましたよ。ごめん、転んじゃった。川口くんが亡くなったって言うのに亡くなったって言うのに。確かに言ったわ。でもそのどこがおかしいの？では、なんであなたが川口さんが死んだということを知っている？ですか？それは
ちょっと何かだしな。ふうまくんたちの会話を聞いたからに決まってるじゃん。そや、ふうまくんたちの話を、話は遠くすぎて聞こえなかったからな。わこぽんげおきちゃん、はい、わこちゃんありがとうございます。今もう推理に入ってます。そう、大西さんとあなたのいた場所から僕たちの会話が聞けるはずがないんです。つまり聞こえないはずのことを知れていたあなたが犯人ということになる。確かに私はそう言ったかもしれない。でもみんなが騒いでた様子から川内さんが亡くなったということを判断しただけの話よ。それだけで犯人呼ばわりされたくないわ。それにどうやって川口くんを殺せに行けたっていうの。今さら分かりませんでしたじゃ、ごめんなさいじゃ済まないわよ。残念ながらそのトリックはもう解けています。確かに川口さんが縛られていたのを発見した場所からここまで5分強で他に道はない。道はありませんが川ならあります。あれ、川口さんや。でもどうしてあんなところに縛られているんだ。とりあえず早く助けに行きましょう。おお、あなたはあらかじめ一番後ろにいて、みんなが走り出した後さりげなくみんなから抜ける。そしていやあ、そしてあなたは川を泳いで先回りして川口さんを殺す。川口さんを殺した後、森に隠れて僕たちを待つ。そして水たまりで転ぶことによって川で濡れたことと浴びた帰り中を隠したんですよ。なかなか面白い推理ね。でも証拠がないわ。私がそのトリックを使ったという証拠がね。証拠ならあります。強化があなたと同じように水たまりで転んでくれたんですよ。そう、え、私、京香さんが私と同じようになったことがどう証拠になるのよ。濡れ方ですよ。同じように転んだはずなのに、京香は着替えなくてもすぐに乾いた。しかしあなたは乾かず着替えた。これは大雨のせいでいつもより川が増していたんだ。もちろんあなたも予想外でした。それと川を泳いだ時に流されないように自分を縛りつけていたと思われるロープ、この2つが証拠です。予定外、わら、けんまね。ふうまくん忘れてない？加納さんが殺された時のこと。いくら川口さんが殺せたからといって私が加納さんを殺すことはどう考えても不可能よ。言ったでしょ。事件の真相は分かったってね。場所を移しましょう。じゃあ説明してくれる？どうやって私が死体をここまで運んできたのか。まず事件のあった時のことをおさらいしておきましょう。一番目のメンバーは確かトール、小川さん、大西さんでした。渡る。一番目のメンバーは出発してから約5分後、僕、今野さん、川口さんが出発した。ここまでは何の問題もなかった。そして3番目の少佐の、そしてあなたが出発した。そしてここに来て死体を発見したということですよね。そうだな。それで慌ててテントの方に戻っていったんだ。いつ私が死体を運べたというの？肝試しをしている間はずっとテントの方にいたじゃない。私には不可能よ。確かにそうだな。確かに死体を運ぶのは無理です。じゃあ一体。でも死体の方から動いてくれたら可能です。どういうことなの？そうよ、死体が動くはずないわ。そうか、そういうことか。そう、翔たちが最初に見た。やばい、話が出てきた。ダブルな電話ね。なぜ話が出る？翔たちが最初に見た加納さんは死んでなんかいなかったんだ。
つまりこういうことだ。ここら辺何か出そうで怖いわ。そうね、ところで召喚固まってるけど大丈夫？大丈夫。じゃあ先に進みましょう。腐った死体。あー、マットスミス、腐った死体。サプライズラグナス。あー、45個目さん、いらっしゃいませ。なんか目の前に死体らしきものが見えるのは俺だけかな。いや、気のせいじゃないと思うわ。うわぁ！おぉ、ケンマネ。うわぁ！山本、リアルが足りない、ま。そう。そう、この時のカノさんはまだ生きてたんです。いや、成功だ。これも、いや、成功だ。これも山本さんのおかげです。わらわら、狼。カノさんは、みんな驚かす。のにわざと死体のふりをしていたんです。そしてどうしたんですか。怖いかもしれん。あ、そしてカノさんを殺した。ワンワンのです、ケンマネ。カノさんを殺した後、急いでショウたちの走った方向とは逆のテントに早く行ける方向に走った。これはショウとワタルが競争した時に検証済みです。あとは何食わぬ顔で佐野さんがテントの方へに入ったところにで自分も加わった。おそらく今佐野さんの後ろにある血の跡はその時に凶器から飛んだものでしょう。あらかじめあなたは加納さんと打ち合わせをしていた。肝試しの時に3番目に来たメンバーを驚かせとね。そのためあなたは肝試しの順番決めの時さりげなく3番目を選んだんだ。なるほど、ミケイヌ。カノさんは食事としてこの山に来る前にコンビニで買ったものを食べていた。証拠としてここに来た日付のレシートとゴミです。うん、出してるよ。はい、初見さんいらっしゃいませ。52個目さん、もう推理に入っております。そして夜中の間に同じテントにいる小川さんを何か理由をつけて呼び出し殺害する。これでまた、これでもまだ白を切るつもりですか。うん。あいつらは死んで当然よ。そう、あなたの言う通りあの3人を殺したのは私よ。でもどうして。実は私もあの3人とは同じ高校だったわ。でも向こうは私のことを知らなかった。そう、そして私が高校3年生の時、開き直り来ましたぞ、ケンマネ。相田正史っていう山岳部の私と同級生の子がいたわ。相田くん、明日の大会出るんだって。すごいじゃない。いや、君のおかげでもあるよ。優勝狙って頑張ってね。うん、ありがとう。待って、絶対無事で帰ってきてね。私は彼のことが好きだったわ。でもね、彼は帰ってこなかった。無事に帰還できたのは相田くんを除く3人だけだったわ。相田くんだけはぐれてしまったらしいの。でもいくら相田くんの捜索をしても見つからなかった。本当だ、地蔵がいるよ。なんか並んでるよ、なんか人混みの中に地蔵がいるよ、ここに。わらわら、ケンマネ。地蔵、わらわら、とも。ほんとだ、わらわら、リンク。私はとても悲しいんだわ。でも川口くんたちは、恨もうとはしなかったわ。本当のことを知るまではね。何があったんだよ。ある日、私が廊下を歩いていると、地蔵寺愚僧、ケンマネ。カノの声。まったくラッキーでしたね。あの声は。そうね、警察のやつはみんな事故だと思ってるしね。誰も俺らが間を殺したなんて思わねえだろう。まあいつ結構調子乗ってたし、死んで当たり前だったんじゃねえか。そうね、リーダーの意見に反論するし、俺も日頃からいろいろと恨みがあったしな。でもバレねえかな。
死体結構深いところに埋めたし、絶対にバレないわよ。ああ、こいつらが殺したのか。ムカついたとかくだらない理由であの人を殺したの。けどいくら警察に行っても警察は動いてくれなかったわ。現場ね。神隠しという名の言葉で片付けられたのよ。これはなかなか苦いね。代わって復讐を果たしたのよ。そんなの間違っているよ。相田さん、あなたは復讐なんてしてほしいと望んでいないはずだ。たかが石ころ一つ、相田さんなら押し出してみせる。あっ、あなたに何がわかるっていうのよ。ああ、わからないね。なんであなたがあんな奴らのために人生を無駄にしなきゃいけないのか。付き合ってたわけでもないのに珍しい話で、ラグマさん。ねえ、アクシス、わらわら、おじさん。アイダさんのパワーすげーな、おじさん。わらわら、わらわら。関係あります。いくら他人だろうか。あなたの気持ちはあなた自身にしかわからない。しかわからない。もう、ない。でも、そういう辛い気持ちの人を放っておくことなんてできません。あなた優しいのね。あなたにもっと早く会えたらよかった。おきちゃん。だけど私罪を償います。じゃあ逮捕ね。待てよ。もちろん自首だよな。三上さん。別にいいじゃねえか、どうせ。風魔の推理がなかったら、この事件は解けなかったかもしれないんだし。勝手にしてください。その後、僕らは取り調べを受けて無事帰ることができた。そして次の日。お疲れ様。ああ疲れたよ。にしてもすごいぞ、あんなトリック暴くなんて。運が良かっただけですよ。運が良かっただけですよ。運がいいのはショーだけだよ。だから、風魔の方は実力だよ。どういうことだよ。トリックが解けたのはほとんど私のおかげね。それを言ったら俺と、渡るの競争のおかげでもあるぞ。ま、みんなよくやったよ。ところで山本さんはどうなりましたか。自供したとはいえ、3人も人を殺してしまったんだ。罪は結構重いと思うよ。そうですか。それと、あのお前らといたメンバーで一人おかしな奴がいたんだ。誰ですか。ヤマト、リョウとか、リョウだったっけいう男だが、昨日まで海外へ旅行に行ったそうだ。行っていたそうだ。どういうことですか。犯人は地蔵、ラグナス。地蔵、わらわら、ミケイヌ。え？徹夜じゃ終わらないぞ。地蔵、わら、リンク。お前らも大変だな。相田さんじゃないの？地蔵じゃねえよ。うんち、ダサキ。なんでうんち？わらわら、ダサキ。こうして、ダサキ。時間は、わらわら、現場ね。事件は解決することができた。ヨッスンさんの枠にも行ってあげなよ、ダサキ。え、ヨッスンさん今放送してんの？あ、ケンちゃんだ、わろうわろう、ダサキ。無事解決しました。いやしてないけどさ、ダサキ。パチパチパチとも、オーダブルどもですね。ありがとうございます。わら、けんまね、長かった。長かったね。意外と2時間で終わるはずだったのに、もう7枠目まで来たよ、もう。推理ってより、脱出ゲー、わら、ま、動画を見ておるでけんちゃん、ダサキ。さ、どなタックしてこよ、ダサキ。お疲れ様。はい、ありがとうございます。終了まであと5分になりました。クルス、
おつぽんゆかれ様、はい、ありです。お疲れ様です。ゲンマネ。あー、なかなか面白いね、こういうゲームは。やっぱりえ、けどさ、次はは？ダサキ。次役はもうしない。もうそろそろ飯食って寝なきゃいけない。20時間くらいかかってたラグナット。いや、間違いない。皆さんの力があってからこそ、あったからこそ解けた謎解き。ありがとうございます。いや、けど最後ヤモトさんがさ、推理から見ました。わらわらイフーズ、イフーズ。はい、イフさん、いらっしゃいませ。ちょっとね、オナピさん、オナピさんいらっしゃいませ。腑に落ちないのが、だからヤモトさんが一体何だったのかっていうことだよね。旅行に行ってたってことは、あそこには存在していなかったってわけだから、あそこにいたヤモトさんは一体誰っていう。地蔵ラグナス。地蔵なの？第47くらいにランクインしました。地蔵説あるか？本当に？まあ、地蔵だったら、まあ、地蔵でいいんだけど。ジグソー？ケンマネ。エテさんの世界作にご期待ください。ジグソーって、なんか、金玉かなんかでいなかったっけ？実は作者、ま。かなぁ。確かに、矢崎っていう説は、その、矢本説はなかったの。うん、はい、ありがとうございました。お疲れ様です。はい、いや、非常に面白かったです。え、小林どこ行った？ラグナス。確かに小林がいない。お、ミケイヌ、なんだなんだ、ケンマネ。それは残念だったな。ヤモト？もう下がっていいぞ。天本よ。はい、ボス。ヤモト黒幕。ヤモトー！